ならなくて。水玉カプセルの旅。のび太。まずい。のび太いるんでしょ。のび太。あら、いない。困ったわ。もう。危なかった。どうしたの？今日は町内会で川の掃除をする日なんだよ。代表で僕に行けって言いに来たのさ。川をきれいにするなんていいことじゃない。行ってきたら？やだよ、せっかくの日曜日に泥だらけになるなんて。川をきれいにするってことは水をきれいにすることなんだ。生き物が生きていくのにきれいな水は絶対必要なんだから。だからってなんで僕だけ働かなきゃならないのさ。ジャイアンやスネ夫なんて絶対来ないよ。でも一人一人の努力が大切なんだ。川や海を汚す一番の原因は人間なんだから。なんと言われても嫌なものは嫌なの。しょうがないな。水玉カプセル。何これ？水の一生が体験できるカプセルだよ。水の一生？雨になって地上に降りた水は川に流れ込み、長い長い旅をして海にたどり着く。このカプセルに入るとその旅が体験できるってわけ。さあね。お、待って、僕も行く。えい。じゃあ行こっか。あ、透き通った。外からは見えないんだよ。出発。うわ、天井にぶつかるよ。大丈夫。蒸発した水が上昇気流に乗って空に昇る。それが水の旅の始まりさ。へえ。1万メートル。癒されて氷の粒になった水蒸気はこの辺りで集まって雨雲を作るんだ。ふん。本当だ、雲の中に入ったみたい。ねえ、外に出られないの？雲に触ってみたいよ。ダメダメ、外の気温はマイナス40度だよ。凍りついちゃうよ。うひゃー。氷の粒が地上に降ると雨になる。どうして肉まんみたいな形をしているの？こういう形の水の粒が落ちる時に空気に押されて潰れるからさ。僕ら森や。うわー、ドラえもん地面にぶつかるよ。大丈夫。ちょっとの地面に染み込んで地下水になるのさ。地下水は地面の下を通って川の源流になるんだよ。雨止んだみたいだね。ん？美味しくなかったみたいだね。どうなるかと思った。うわあ、水が透き通ってるね。うん。この辺の水はまだ綺麗だよね。街の中に入ったね。うん。川幅も広くなってきた。水の中を見てみよう。なんだ、おもちゃか。それにしても汚いな。
水もなんだか濁っててさっきと同じ川とは思えないな。本当だね。捨てられたゴミが掃除されずに残ってるんだよ。これは何？浄水場に川の水を取り込む取水塔さ。取り込まれた水は消毒されてゴミを取り除かれて砂と土でろ過されて水道管に入るんだ。すごい手間がかかってるんだね。水道ってどこの家の蛇口に出るんだろう。こればっかりは運次第。どこに出るかはわからないよ。出た。どこだろうここ。そう、なんだかぼんやりしててよくわからないな。ねえ、なんか熱くない？うん、水面に出てみよう。わあ、パパ！ってことは、うちのお風呂？なんだ、ゴミが浮いてるじゃないか。今、のび太たちの声が聞こえたような気がしたけど、気のせいか。くっさい。下水道の中に入ったんだ。この汚れた水はどうなるの？下水処理場できれいにするんだよ。微生物の力などを借りることで処理をしてから殺菌消毒をして海や川へ流すんだ。へえ、こんなドロドロの水をきれいにするなんてすごく大変そうだな。ドラえもん、ドラえもん。河口近くだ。もうこんなとこまで来ちゃったのか。見てドラえもん。スネ夫、一体どうなってんだよ。ちっとも釣れねえじゃねえか。お前が誘ったんだから責任取ってなんとかしろ。そんなこと僕に言われても。勝手についてきたんじゃないか。はあ、つまんねえの。もう帰ろうぜ。そうしようか。帰りはジャイアンが来いでよ。しょうがねえな。なんてことするんだ。これであの二人を懲らしめてやる。さあ帰ろうぜ。待て。お前たち待つのだ。お前たちだな。川を汚したのは。我はこの川の主になるぞ。お前たちのような者がいるから水が汚れるのだ。ごめんなさい。二度と川を汚さぬと誓うか。はい。ならば罰として川のゴミ掃除をするのだ。もし約束を破ったら。おかしかった。あの二人も少しやっこりたんじゃない？そうだね。ほらドラえもん。海だ。とうとう海まで流れ着いたね。気持ちいいな。本当だ。ねえドラえもん。うん？川も海も一度汚れたら簡単にはきれいにできないんだね。そう。だから一番大切なのは水を汚さないようにする努力なんだよ。そうだね。俺たちも掃除しに来たぞ。川の主に怒られたくないもんね。のび太さん、ドラちゃん、しずかちゃん、私にもお手伝いさせて。じゃあみんなで川をきれいにしよう。よし頑張るぞ。あちゃー。
Bye.